寒冷地で育つ奇跡のバナナ温室栽培始まる。東京電力福島第一原発事故で一時は全町避難した福島県広野町で19日寒さに強い国産バナナの温室栽培が始まった。東北での栽培は初。町振興公社が特産化を目指し苗木150株を導入した。バナナは熱帯産だが、岡山県の農業法人が氷河期を生き抜いた植物をヒントに零下60度で一旦凍結することで寒冷地でも育つ苗を開発。味わい濃厚で皮ごと食べられるため奇跡のバナナと呼ばれ、1本648円で販売された実績もある。来年6月から4ヶ月ごとに1株200本を収穫予定。関係者は凍結の試練を乗り越えたバナナの物語に共感する。成功して被災地域に栽培を広めたい。